listening to Shibuya Cross FM。どうも、岡少年片岡でございます。岡少年浜口です。科学と森田くんです。お願いします。いやー、それこそ今森田とずっと喋ってたんだけど、やっぱ、はい、TVer、Paraviを初めて私も、はい、あのやりだしたんだけどさ、はい、めちゃくちゃいいね。便利ですね。今まで僕はもう家が全録だから、まあまあ家帰れば1ヶ月分ぐらい、はい、過去の番組も見えるからいいやと思ってたんだけど、はい、うん、やっぱなかなかオンエアチェックみたいなのもさ、家にいるとさ、はい、なぜか家のソファーいると魔のソファーと呼んでんだけど、はい、寝ちゃうの、はいはい、でそのソファーで寝ると首を痛めると分かってんだけど、はい、寝ちゃうの、はい、だから困ったなと思って、はい、ただテレビも見なきゃいけないしと思ってる時に、ある時そういう最近さ、自分でもツイッターで売ってて、なんかの番組見て、はい、TVer、Paraviで見れますみたいな。TVer、Paraviって何なのかなって、はい、なんか無料で見えるというのは知ってたけど、はい、いろいろ調べたら、Paraviが TBS とテレ東さんの番組が過去のがいっぱい見れるみたいな、はい、これもう900円ぐらいでしょ。そうですね、もう TBS さんにも俺ね、放送作家お世話になってるから、もういいや、ちょっといっぺん入って、はい、めちゃくちゃ便利だったの。はい、だから俺外の図書館で仕事でもしてたから、はい、え、これあったらもう家のテレビいらないじゃんみたいな、はい、だけど冷静に考えると、あれアメトーあー、なんか TBS でも、はい、なんかない番組とかあったりして、あ、そうですね、はい、全網羅じゃないんだなと思って、はい、そしたらじゃあ日テレ見るにはと思って、はい、Hulu 入ったよ、はい、Hulu も日テレさんお世話になってるから、はい、900円ぐらい定食食ったと思って入ろうと思って、はい、うん、それじゃもういろいろ見えるじゃん、はい、テラクスだとか、あ、はい、柿の使いだとか、なんか、まあ、今もこんなストイックな企画やってんだとかさ、あ、はい、刺激を受けたわけです、はい、だけどあれ待てよと、サンマゴで見れないなとかさ、あ、はいはい、いろいろあるわけよ、あれ、はいはい、見えないんだ、なるほどなみたいな、うん、で TVer、はい、うん、TVer にさ入ってみたい、 TVer 無料だから、そうっすね、はい、あれ2週間全曲いけんでしょ、まあ基本的には、はい、うわこれ全部見てけば、じゃあ毎回 TVer の最新の2週間だけ見とけば、はい、バラエティを網羅できる、はい、これだと思ったの、はい、そしたらアメトーク見れないのかな。そうですね、アメトークは見れないこれなんなの、サンマの向上委員会とか、はい、すごいよね、はい、でそれでアメトークさんを調べるとアメトーククラブみたいなのあるんだよな、うん、あ、そうですね、あの本当数ヶ月前に始まったやつ、数ヶ月前なんだ、はい、アメトーククラブ、あれ900円ぐらいで過去の名作も見れて、はい、最新のも見れるんでしょ、はいはい、で俺別にアメトークだけそれだったら家も全録で見りゃいいんだよ、そうですね、はい、けどなんかパソコンで見たい俺がいて、はい、今葛藤してるんですよ、はいはい、だから要はお笑い向上委員会と、はい、アメトークだけ、まあ、あとワイドナショー、ワイドナ、はい、だけ家の全録で見て、はい、あとは TVer で行けば網羅できてるってことだよね、まあそうですね、はい、森田チェックだとそうなの、まあ、僕が、はい、そうですね、普段見てる、お笑いマニアだもんな、お笑いマニアなんで、はい、で TVer で見て、見てない、いや、両方です、テレビ、その録画でも見るし、TVer でも見るし、みたいな感じです、ハイブリッドだね、ハイブリッドです、はい、そうっすね、俺はだから、全録あるけど、使い切れてなくて、はいはい、ほんで、TVer の何がいいかってさ、全部パン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 って YouTube みたいになってるからさ、選ぶだけだから楽だよね、楽っすね、視聴回数が出てるじゃん、あ、はい、あ、回ってるやつ見ようみたいなさ、はい、視聴率とはまた違う座標軸でさ、なんかそうですよね、何百万回とかニュースになりますもん ね、 回ってる TVer の、ね、番組は、いや、その中でアメトークさんと、ワイドナショーさんと、はい、お笑い向上委員会が見れないんだ、はい、そうですね、今俺がいつも見てるやつで言うとニュースゼロも見たかった、あ、はいはいはい、日テレさん、はい、やっぱニュースもないね TVer、
まあ、ニュースは新しいことが命なんで、アーカイブに残してもしょうがないっていうのは、ね、ああいう形になっていくとさ、最終的に昔誰かが言ったけど、テレビはスポーツとニュースだけになるんですけど、そんなのなってきそうだね。まあそうですね、はい。で、なんか今野球とかってさ、はい、アベマで見れるんでしょ。あー、アベマでやってる大谷とか、はいはいはい、知らなくてさ、はい、なんかダゾーンなのかなって思ってたら、アベマで見れるんだね。アベマでも、はい、で野球もいろいろだよね。そうですよね、ダゾーンも、はい、全部は網羅してないんだよね、あれは。そうなんだ。TVerみたいなもん、はい、なん2球団か1球団主催のやつは見れないよね、はい。で、J スポーツも、あ、はい、どっかとどっかの球団は見れないとか、穴あきというか、はい、完全無欠のやつがないんだよね。そうですね、はい、これだったら全部みたいなのがないんだ、はい、で、まだない。今度サッカー、はいはい、うん、もう発表されてるのかな、そのとあるコンテンツで独占でやるんでしょ、うん、ああそうなんですか。これ言っちゃいけないやつかもしれないけどなんかワールドカップのそこ取れたんだみたいな、はい、あるの。でももう最近その地上波でスポーツをやるっていう流れがなくなってきてますよね。この前のザマッチもそうですけど、この前何、うん、ザマッチです。あの那須川天心対タケル、まあ直前でフジテレビが手引いてアベマだけでみたいな。あれな、視聴が5000円するんだっけ、リアルタイムで見るの。ああ、5000円、5000円だからそんぐらいする。ああ、5000円です、5000円です。4000何百円とかです。会員だったら、もうちょっと、会員じゃなかったらもうちょっと高いです。はい、それをみんな払うんだよね、全国。僕払いましたよ、はい、ね。恐ろしいよね、はい。アベマで、アベマで、はい。5000円するの。5000円しました、はい、5000円弱、はい。それ払ったの。払いました。めちゃくちゃ見てたらしい。いや、そうっす、はい、節約の森田が。まあまあ、そこは見とかないと。それ、見終わった後は無料で見えるの、うん、そういうわけじゃないの。ザマッチに関してちょっといろいろあって、うん、まずリアタイで見る分には買わなきゃいけなかったんですけど、次の日の夜9時ぐらいに無料で多分配信したんですよ。新しいね、はい。で、あと1ヶ月後に MX でも放送するみたいな、なんかそういう流れになってるんですけど、まあでもリアタイしたいんで買いますよね、ペーパービュー。まあだってアメリカというか世界ではスポーツはペーパービューで見るっていうのは当たり前なので。なるほどなるほど。こんな無料で垂れ流してる日本が得意なぐらいなんで、はい、もう大成功しちゃったもんね、それはね。そうですね、はい、いいモデルケース。そうなるよな、ついにそうなっちゃった、はい。いやだから俺もその TVer とかさで、今テレビでもやってさ、 TVer でも生配信やるじゃん、はい、同じ時間、同時配信してますね、はい、やってますね。あれいいよね。そうですね、はい。なんかやっぱああやって見るとテレビのクオリティは非常に高いね。高いです。高いです、うん。ただなんかやっぱそのドラマの人と話してたんだけど、はい、やっぱ TBS のドラマとかもさ、なんかやっぱテレビってちょっと全日曜劇場とかまた別だけどさ、はい、なんか一応言うてもまだ怖そうとかさ、あるけど、はい、お子さんからお年寄り分かるようにしてるからちょっと分かりやすく してるじゃん。そうですね、はい。そこだよね、はい。ネットフリックスとかアマプラも剛速球でいいじゃん、もう、まあはい、打つやつだけ打っちゃいいみたいなさ、はいはい、そこに投げれるもんな。そうです。でもあとやっぱりドラマを見てて思うのは、もう圧倒的にお金が違うなって思います。そう、ネットフリーとかと普通の民放のドラマはもうしょうがないんですけど、キャストからいろいろ細かいセットとかそういう、うん、もう多分話のストーリーの流れとか、多分お金の差が、はい、やっぱタレントはさ、もうどこ出てもいいわけじゃん、テレビでも YouTube でもさ。いや、そうっすよ、はい。すごい、こういう時代になるとは10年前によく言われてたけど、はい、本当に綺麗になったな。そうですね、はい。いや、あ、だから、あ、TVerだけでやってる番組あるんだとかさ、パラビだけの番組があるんだとかさ、はい、はい。だからやっぱ数字持ってる人勝つよな。そうなりますね。今までみたいな、なんかお子様からお年寄りが分かればいい数字じゃなくて、はい、この人が出るのにはマニアックなファンがいるみたいなさ、はい、すごいなってなんか改めて思った。
あとあれ見ました？イテオンクラス日本版。あ、六本木クラスですか。うん、まだ見てないです。録画だけしてまだ見てないです。もうやってんの？昨日ですよね。昨日が、はい。それもやはり私 TVer に入って。TVer で。今までだったら1週間2週間遅れて1ヶ月だから見りゃいいや時間の時にと思ったけど、はい、やっぱ TVer さんを手に入れてから早い。もう今日の朝には、はい、もう2倍速で見てますから。ああ、はい、2倍速です。いや楽しみではあります。あの、喋、うん、んない方がいいなじゃあな。はい、まあでもストーリーはだってイテヨンってことですよね。イテヨン、もう1話でここまで進むんだ。あ、ね、もう俺イテヨンクラス2回見てるから。ああ、あの名シーンはやっぱ、はい、権利がすごいあるんだよね。あ、だから台本とかでやるのもここは絶対に残せとか、多分こういう顔のやつを親父にしろとか多分あるんだよ。あ、はいはい、それはそうですよね。24とかそうですよね。だから24も俺なんだかんだら面白かったね。はい、あ、僕も面白いと思いましたよ。うん、はい、やっぱしあのなんだっけ、あの女優さん、どの、栗山千明さん。ああ、栗山千明、はい、がいい味出してて。そうですね、はい、確かに今までオンザ眉毛でやってて栗山さんが、はい、おでこをすごい出して、おでこ出してました。うん、はい、まあね、良かったんですけど、はい、ただ和製版、はい、ジャック・バウアー24よりも、はい、イテオン六本木クラスの方が良かったの。はい、おお、あ、そうなんですね。なんかやっぱその日本版はどうなんだみたいなニュースどうしても流れるじゃないですか。うん、その24がこけたみたいなニュースとかもまああったんで、だからちょっとまあそのなんとか頑張ってくれよっていう気持ちではあります。うん、負けないかみたいな。ただ、はい、イテオンクラスは俺もそういう目線でやっぱ見ちゃったんだけど、はい、やっぱしなんか答え分かってても、はい、なんかなぞる楽しさというか、ワクワクする、そう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 っていう。はい、楽しかったし、やっぱし、はいはい、なあ、香川照之さんだ。ああ、そうですよね。はい、あ、いや、なんかその配役見るだけでも、あ、ぽいぽいぽいみたいな、なんかちょっと、あ、うん、ね、お、パ、うん、お父さんが三井試験だったりとか、なんか、あ、なんかぽいなみたいな、ちょっとワクワクします。だってさ、もう、もともとイテオンクラス自体がさ、半沢の、はい、まあ、リスペクト作品だとも言われてたじゃん。あ、はいはい、だから、多分香川さんの研究して、半沢直樹というあの熱いのを研究して、はい、イテオンクラスが、うん、できて、はい、そのイテオンクラスが爆発的に人気になったから日本でリメイク版でしょ、はい、そこに香川さん来るって。あ、もうやっぱ記事にもなってたけど、はい、TBS からテレ朝、はい、局を超えての土下座、はい、TBS 土下座、はい、韓国土下座、はい、テレ朝土下座みたいな感じだから、なんかそういうちょっと燃える瞬間はありました。お見ていただきたいですね。はい、ちょっと見ます。で、あの平手ちゃん、ああ元の、はい、欅坂の、はい、ぴったりだね、早く。いそうでしたね。うん、あれ、はい、ドラゴン桜出てた子だよね。ドラゴン桜の子です。はい、いや、もうぴったりだな。いや、もう平手ちゃんはすごいっすね。はい、確かに。やっぱドラゴン桜で光ってたもん。いや、もうそうですよ。はい、いや、だからやっぱ TVer 入ってから、うん、これで俺並びましたか、テレビと、はい、アマプラネットフリックスがどうなっていくか楽しみですよ。今後のメディアがね。はい、そうですね、楽しいですよね。いや、だからよく若い子はテレビ見なくなったっていうじゃん。はい、テレビが家にないだけだと思うんだよね。まあ多いですね。見たかったら別にパソコンとか携帯から、はい、TVer で見れるじゃんってことだと俺は思ってるんだよ。ああ、はいはいはい。だから俺ももうあテレビ自体はいらないかなと思っちゃったんだよ。まあそうなってる、ね、TVer で見れるから。はい、はい、そうですね。はい、これね、いつでも動かせるテレビみたいなもんじゃん。はい、映画見るときぐらいでいいと思っちゃう。ああ、はいはいはい。いや、でも映画も別に見れません、普通に。まあ俺は映画はさすがに、はい、iPad の大きさぐらいないとダメなんで。ああ、はい、うん、でも iPad は iPad でいいんですもんね。iPad はテレビの大画面じゃなくて iPad でいい。はい、うん、それで携帯だと俺めちゃめちゃ LINE 来る人だから、あ、通知がボンボンボンだから、はい、ベースは iPad で行きたい。あ、なんかこうやりながら、はい、けど最近もっと突き詰めていくと移動中の電車とかで、はい、
これテレビ見れたら最高だなとか思っちゃう。あ、もっと大画面で。そうそう、だから今日このラジオ前にな、はい、あ、そのパソコンでは TVer の見方分かったけど、はい、携帯で見ると CM がめっちゃ入ってくるから、それをブロックするアプリないかなとか相談しててな。あ、はい、すごい時代だよ本当に。勉強だな。そうっすね。浜口さんどうでした今週は。どんなふりですか。いや俺の今週のね感想は、はい、やっぱしこう TVer という革命的なものに合いました。そうね、やっぱ俺テレビすごいなと思うのは音声がすごいね、やっぱり。そうなんだ、うん、お、音声、音がしっかりしてる。あ、音質、はい、YouTube とかよく見るからさ。まあね、あ、まあ、YouTube、ね、所詮素人というかさ、はい、あ、まあ、分かる。いつも思うの 音、はい、音の環境があんまりだなと思う、はい、確かに、はい、で同じ人の YouTube 見てもさ、はい、次は音量が下がってたりとか。あ、めっちゃ分かります。3回目はまた戻ってた、はい、分かる分かる。で、あ、はい、あのこの人の声はよく聞こえるけどこっちの人の声は聞こえない、はい、だから自分でさボリューム調節してさ。あ、めっちゃあれがめんどくさいね。はい、そう考えたらテレビ音すげえ。テレビはクオリティ高いっすよ。そこは確かに。そう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 、はい、そういう技術面がさ、はい、やっぱそうなんだよね。いないわけじゃん。はい、そこすごい思うんだよな、はい、確かに。わざわざ毎回、はい、もううるせえとかなんか急になったりとかさ、はい、イヤホンでよく聞くからさ、はい、そうだ、なんかそこのなんか使い方だよね。まあそうですね、取捨選択という。だからテレビは普通に見て、なんか本番前の袖でどんな動きしてるかを YouTube で見れるみたいな、うん、あ、なんかそんな感じになってきそうだよね、はい、やっぱり、なんだろうな、もっといい視聴方法ってないのかな。ストリーミング方法ってさ、はい、なんやかんやでさクルクルが出る。あ、まあネットの時あるよね、はい、回線でそこで止まっちゃう時はありますね。なんやかんやで、そこがマックス値なんで。特に映画なんてさ、はい、ずっぽり入り込んで見ててさ、はい、この後どうなる、クル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 って出演者が止まるっていう。そうですね、はい、それは昔の世代の人は経験 してないからさ。まあそうですよね、うん、しばらくないですよ。テレビでそれはあんまりないですもんね。昔ほど台風とか減ってきたけど、はい、まだあるよねやっぱり、まあね、ありますね、まだ、はい、時にはインターネット回線つないでると、はい、いやそれは思うね。いっぱい見たいのがあるもんね。あれ見てほしいよ、だから2人、はい、ザ・ボーイズを。あ、ザ・新しいシーズンが始まったんじゃん。うん、俺多分一番面白いと思ってるかもしれない。あの、はい、ウォーキングデッドと並んだ。めちゃくちゃ面白い。俺の中でウォーキングデッドが1位だった。最新作も見たの、ザ・ボーイ全部見てる。最新作も評価高い。最新作も超おもろいな。おー、ちょっとねグロいのもあるし、はい、エロいのもあるし、はい、なんだろう、ちょっとこの監督ちょっと芯持っとるなっていう。へー、で、なんかね国のね、感じも分かるんだよね。アメリカはこういう感じ、世界で、はい、ロシアはこんな感じ、ドイツはこんな感じ、ああアメリカってそうやって見てるんだなとか、はい、なんかそういう見方もできるし、ちょっと笑えるしね、はい、おまけに。へー、一回見てほしいね。あ、はい、ちょっとじゃあ2倍速で追っかけますよ。2倍速でもう久々に待ってる。今金曜日に、はい、毎週シーズン3が最新話がやるんだけど、待っちゃってる状態になってる。あ、もう珍しく待つの嫌いなんだけどさ、やっぱさ、ザ・ボーイズもそうだけどさ、まあある程度まとめて見れるじゃん。はい、もうそれに慣れちゃったよ、うん。まあそうですね、次次次ってどんどん行けちゃうっていう。一週ずつ来週待つっていうカルチャーがないんだよ、はい、ないです、ね、だからシーズン1、2になってボーイズ見てて、でコロナになってだいぶ遅れたのよ。なるほど。で最近シーズン3が始まったから、うん、なるべく追いつきたくないから、はい、またシーズン1から見たもん。あ、その間にシーズン3の、はい、ためといて、はい、復習がてら、
はい、ああこうだったなこうだったなってなって、はい、3に入ったから、はい、まあ3は6話ぐらいまで溜まってたからああそういやでも追いついちゃう本当にさ、うん、取捨選択が難しいよね、まあ、もうだって俺あんだけマーベル好きって言ってたけど、はい、追いついてないからねああだって今日公開じゃないですか最新作なんだっけあっちのそうですそうの兄弟みたいなラブ&サンダー、はい、とかさ、はい、追いついてないもんその1個前のドクターストレンジのやつとかあマジっすかめっちゃおもろいっすよドクターストレンジワンダービジョンのあれドラマ見てからじゃないとあー、はい、意味わかんないみたいな言われてるしもうそんなん言われてきたらさ、はい、追いつけないよねちょっとドラマ多いっすからね確かにすごくないディズニーチャンネルの攻め方あディズニープラスかディズニーはいやばくないもう何本玉数ボケ数が多いというかさ、はい、いずれそれもなくなるっていうねそのもう見るっていう習慣もえもうイーロン・マスクがもう次の方行ってるから何するんですか頭に AI 埋め込むっていうのやってるから、はい、あの電気信号で取り出せるらしいの脳の情報回路あ、はい、だからこれ見て見てっつって俺見たの楽しいよっつって森健触るとする、はい、まあ分からんよ USB 繋ぐのか分からんけどあ、はい、あ面白いね一瞬で入る一瞬じゃあもう勉強とかしなくていいじゃんそうだそうなります、ね、マジでマトリックスマトリックス今猿で実験したっての動画で出しててイーロン・マスクそうもう目であの電気信号で別にコントローラー使うんじゃなくて、はい目であの何だろうピンボールみたいなゲームあー猿が目線の動きだけで、うん、そのゲームができちゃうそうそうあいやマジでマトリックスだねそうですだからあらゆる病気も解消されるらしいマジっすかだから例えば寝たきりの人とかあ、はい、電気信号をどっかで塞いじゃってるから、はい、通らないのをその AI がじゃあこっちして通すわっつって手が動くようになってうそうすると何歳まで生きれるの分からんけど人間はいずれ寿命も克服するっていうねめちゃくちゃかっこいいよな、うん、そうそうそうテロメアだからもう近い将来もう達成しちゃうんじゃないかっていう、いやだからさもう面白い動画とかさあと、はい、HIS とかでも、はいあるでしょそのコロナ中に流行ったっていうあの台湾だったら台湾のスポットを見る、うん、あバーチャルトラベルみたいな、うん、はいはいはいあんなんでいいもんそうもう確かになああの一緒になるんだってその埋め込んで例えばハワイの情報を入れるとするじゃんめちゃくでそのチップがあ風の感じとか体感するのを、はい電気信号で再現するからあ気持ちいい風ってなるわけですね行ったと同じになるらしいだからそういうバーチャルな恋愛みたいなのができてくるってことだよねああそうっすねもう恋しなくなるよねだって一人の時間が楽しいってなるし、はい、家族を感じたくなったらその USB 差し込めば、ねはい、家族って書いてクラウドから落としてやればさ、はい、ああもう家族味わったからもういいやみたいな一生アバターって人も出てくるんじゃない一等何一生アバター、 アバター生活うん、まあ、全然ありえますよね、はい、楽だよな金も自分だけで払えばいいみたいなさ、はい、家族できたら怒んなきゃいけないみたいな感覚になってくるんじゃない、はい、あそうなるともうリアルでもあの ロボットも作ってるでしょ今はい、はい、イーロン・マスクがね、はい、イーロン・マスクが作ってる方が知らないそういう トップの人たちですだからもうそれをもう今すごいな生きた細胞で覆うのをやり始めてるね。あ、これはテスラじゃないと思うけど。あ、はい、指のロボットに生きたサイボーグつけて、本当ターミネーター。おお。だからそれをアバターにして、はい、その辺歩いてるかもしれない、ね。ああ、はいはい。ああ、はいはいはい。うん、本人は自宅でずっと寝ながら。はい。いいやだからいいよね。そういうのがさ進化しててさあのずっと前から俺。入りたかった。やっと明日な、うん、シミュレーションゴルフ。あ、シミュレーションゴルフ。なんか、
ゴルフはゴルフでレッスン行ってるけど、なんかもうシミュレーションで、ほんとゴルフ場みたいなところでやるのがあって、何回か俺もやってたけど、最高のこの眺めとかを体感できるシミュレーションゴルフを見つけて、森田と明日な。はい、そうですね。90分だけ体験ゴルフをやりに行く。シミュレーションゴルフって何？なんか、要はマンションの一室で予約すると、なんかピピってやるとクシューンって開くのよ。それで俺が行こうとしてるところは一部屋だけなの。あ、はい、だそこでこう大画面があって、うん、世界のゴルフ場200ぐらい回れるの、ね、その、ま、幕に打つってこと。そう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 、はい、そうです。ただそれが結構飛距離とか、うん、あちょっとスライスで打っちゃったらスライスしたりとか、うん、リアルだよ。で俺が行こうとしてるやつはなんかバンカーとかちょっと斜めだと本当にちょっとこう斜めで打たないといけない。あ、地面が斜めに、なんなるこの、わあ、あの最新だよ。そうですね。うん。だからそれが入るか入らないか悩んだから、はい、ちょっとこれはもう体験しかないと思って。はい。明日体験じゃん。はい。俺もう一回そのゴルフ、うん、シミュレーションゴルフの前まで行ってるからね。ロケハンみたいなこと。うん。もうエレベーターでここかっつって3階まで行って。はい。あ、これやっぱあれ電話して、電話とか予約して、あ、これ帰ったかと思って。それで俺電話もして聞いてるから、いろいろ質問、あ、そうなんですか、10個ぐらい、これはどうなんですか、これは他の店舗行きますか、あ、VIP 以上は行けますみたいな、なるほどみたいな、予約の感じも見て、あ、これぐらいの層が来てるなら、はい、じゃあ俺バンバン予約取れるなみたいな、はい、めちゃくちゃ楽しみしてる。ただ俺もレッスン場に自分のゴルフセット置いてるから、はい、もうそこのシミュレーションゴルフはシミュレーションゴルフのセットでやんなきゃいけないから、ああ、はい、はい、そこだけがちょっと気がかりだな。ホーム、まあここまで来たらホームもそんな変わんないと思う。あ、多分もう明日手袋だけ忘れる。手袋ですね、はい、わかりました。なぜこの話。森君はやりたいのゴルフ。いや、でも楽しいっすよ。あ、そう、はい、そのいや、あの普通にスポーツとして楽しんでます、ね、はい、連れてっていただいてるだけですけど、はい、うん、次ついにキャプテンザコも一緒にな。あ、そうですね、はい、コースデビューという3人でデビューする、3人で3人でのを、はい、初めてのコース、どうなるか楽しみです。じゃちょっと曲いきましょうか、うん、はい、今日は伊藤さくらさんでトライでございます。どうぞ。自分だけのゴール探して全力で走り抜けろ、積み重ねた努力が未来を照らしてる、 You don't never give up。 何度も
ゃあちょっとくくりトークやります。はい、ね、今4枚テーマが残っています。はい、中日、はい、テーマ中日、中日なんて書いてない、中日ございませんよ、わかんないです、開いてみましょう。中日あるかもしれないトークしたかったんですかどうしよう、森系なんでな。あ、はい、じゃあこちらで、うん、上から2つ目枕と書いてあります。俺だ、だから喋ったよね、俺枕の話ね、した分からん、どんなメイド枕の、喋った、西川の、うん、あー、なんか話したっけ、一回喋ってみてじゃん。あ、そう、聞いたことあるかどうか判定しましょう。喋った後に聞いたとか、いや、そんなコーナーなの。はい、はい、多分聞いてないと思う。要は、最近、うん、もう見つけました、人にプレゼントするのに一番いいの、うん、おー、はい、西川の枕です。西川の、はい、おしゃれでしょ。全然絵が出てこない。いや、どういうことかっていうと、はい、まあ、そのお世話になってる方から、うん、ちょっと遅れましたがって誕生日プレゼントもあった、うん、それが西川の枕です、うん、はい、これ、はい、自分で作る枕だから、うん、銀座と、あそこ、うん、広尾に店舗があるから、はい、そこ行けば、うん、買えますよって、あの、もう用意してもらいますよって、あ、自分用の枕、そうそうそう、はい、で行ったのよ、うん、そしたらピシッとしてるから、はい、いらっしゃいませみたいな、あ、これでかしこまりました、お座りください、何をチケットかなんかもらってる、そうそう、チケットみたいな、そうするとまずお客様の首の高さから測らせていただきますみたいな、ああ、ちゃんと布団があるんだよ、寸法を取ってくれるってことね、ベッドがね、はい、靴脱ごうとしたら、お客様靴そのままで横になってください、アメリカスタイル、すげえなと横になって高さこちらどうですか、1パターン目こちらです、2パターン目、3パターン目、あ、僕1ですかね、もう1回じゃあいきます、ね、1、2、3やって次、はい、じゃあ3、2、1でいきましょう、1って言ってんのに僕は3、2、1、うん、どうですか、はい、やっぱ1です、 OK です、おじゃあ次、材質を選んでくださいみたいな、4パターンあって、はい、どれがいいですか、4か4いきましょうみたいな、はい、うん、で4で高さを測るんだけど、うん、お客さんまっすぐ見てください、じゃあこれいきましょう、次横になってください、こう横になった時の高さとか、はい、だから枕がこう四角くあるじゃん、はい、サイドは横になった時の高さで、うん、まっすぐ寝た時の首の高さはまた違う、はいはいはい、この一つの枕で3パターンの寝方がある、はい、最高じゃない？いや、欲しいっすね、それ。これ、何？材質は何なの？何が入ってる？4パターン、選べる。あ、まだ決めてない、決めたよ、俺は。何にしたんですか？よくわからないやつ。よくわからないやつ。よくわからないやつ。そば柄とかなんかあるじゃないですか。テンピュールとか。いや、テンピュールとかじゃない。そんなチープなもんじゃない。なんかもう、ほんとこんな細いパイプみたいな。あー、なんかありますね、パイプ。どうな、硬、はい、いの、柔らかいの、結果、うん、片岡は普通を選びました、うん、あー、うん、なるほど、で、それ買ったら、うん、カバーもありますよって言われて、はい、進めてこないの、強く、はい、うん、やっぱカバーいいかなと思ったら、はい、かしこまりました、引くからさ、おー、え、そんなの言われたら買おうかな、うん、で、せっかくプレゼントしてもらったものでも、うん、ちょっとカバーはちょっとね、西川の枕横に長いの、普通の枕カバー無理だなと思って、うん、気づいたらやっぱカバー買っちゃいました、カバーというか、はい、なんかゴムでつけるタイプだから、洗う時もそれだけパンって外せば洗えるみたいな、あ、はい、うん、あ、便利、それでそれもちょうど夏場はヒヤッとしてる材質しかもこれ両面楽しめる、うん、マジですか、うん、それでそれ着てさ、はい、寝てみたら、はい、いつもよりぐっすり寝れる、うん、マジですか、これマジでいい、それ欲しいな、俺本当に思った、はい、今までもらってきたプレゼントで、うん、一番いい、うん、それいくらぐらいっす、値段、うん、25
25,000円、うん、あ、まあ枕としてはかなり高級ですね、うん、それで俺カバーつけたからカバーで5,000円した。はい、材質いいから。いやでもだからまあまあそのプレゼントで2号でもらって5,000円ぐらい自分に出してて、はい、ほんで今までトイレとかで何回も期待したの、暑いしとか、あ、はい、もう今、うん、基本寝て、はい、1回2回トイレ行くよ。一時期俺1時間に1回目覚ましてた。はいはいはい、もう、うん、全然違う、いつまででも寝てられる。へえ、俺枕がただ合わなかっただけなんじゃないかと思うぐらい、あ、はい、深い世界にいざなってくるから、はい、これはおすすめ。あ、いいな、あれいいって聞くよね。ブレインスリーピローだっけ。何ですか、ブレインスリーピロー。あの、はい、なんだろう、なんか 網状 の形なんだって、うん、はいはいはい。で寝てると、はい、自分の形にヒリヒリになっていくんだって。ああ、はいはいはい。で、中が空洞らしいのよ、うん、はいはい、だから空気が入って、はい、循環するから、はい、めっちゃ寝やすい、いつも涼しいみたいな。そう、熱がこもらないっていう。うん、一つ言いましょうか、はい、西川の枕、はい、うん、一生、はい、うん、あれちょっとなんか中身ちょっと形弱くなってきたな、はい、一生無料で買えてもらう。ええー、同じ種類、うん、これ中身何が入ってるの。細長いパイプ。俺はそれだったら一生、はい、中身変えてくれたり、はい、高さとかももう一回調整とか、はい、メンテナンスみたいな1年に1回無料でやってくれる。ただ、うん、欲張って、はい、いや俺次こっちの材質にしようかなって言ったら金かかる。ああ、はい、はい、もう今まで俺もテンピュールだとか、うん、はい、なんか水枕ですごい整骨院やってる人が研究した結果、うん、これが一番いい枕とかそういうのを、はい、紹介してもらったんだけど、はい、ダントツで西川。それ何、その枕にしたらさ、下も西川のにしたいとかそうならない。なる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 。だけど品があるから、西川だったらその枕専用の下布団とか敷布団とか掛け布団とかで あるってこと。なるなるなる。ただ、はい、西川は品があるから、はい、そんなプレゼン自分からしてこない。それがすごい気に入っちゃって、うん、はい、普通さお客様とかいろいろ言ってくるじゃん、はい、ない、やっぱ王者の貫禄というか、質問されたら答えますけど、はい、別にうちからはみたいな、営業かけるような、まずは枕から勝負して、これ気づいたら多分全部西川になると思う。はい、分かってるけど、向こうからは言ってこない。あカバーの時もそうだけど、はい、強く押してこない。あめちゃくちゃ優秀、あの疲労店の人が優秀なのか、はい、西川の教育がどうかは分かんないけど、あ、はい、俺も一気にファンになる。なるほどね。これ一回ファンになったらさ、じゃあ両親のプレゼントにとかさ、ああはい、自分が子供できたらとか、はい、もうそうね、片岡家、西川に、はい、洗脳されます、はい、うん、洗脳って言い方が悪い。西川に洗脳。いやだから俺もお世話になってる先輩とか誕生日とかこうなったら、はい、もう決めた枕。これ絶対情報が込まないか、はい、だって枕なんてさ、何個あったっていいんだから。あー、まあまあ、気に入らなかったら別に、はい、ね、また買い替える、うん、はい、いいよ。え、森健使ってる枕。枕、そうっすね、その多分なんか無印かなんかで買ったそば柄 の、うん、とその下にあのテンピュールのデカあのダメになるソファを敷いてます。ああ、結構じゃあ高みがある。僕高めが好きで、その横、とりあえず横にならなきゃ寝れなくて、なんで横になった時はちょっと高めじゃないとダメなんで。本当は、はい、本当は森田の誕生日が来月とかだったら俺がプレゼント買った。全然来月にしますよ。誕生日、はい、いや本当ね、その3月まで、はい、待たしたくないから。もうその3月までの7ヶ月ぐらいで、はい、首が、はい、あなたの健康が
寿命が全て変わります。それが西川の枕です。いや俺枕してないんだよね。え、あそういう人いるよね。無呼吸症候群だから、はい、詰まるのよ。あー、わかります、わかります、はい、で、なんかあれだなと思って、はい、ちょっとずつなんか低いようにしてた、はい、なりますよね、はい、で、結果、はい、こうなった方が喉が一番通るから、はい、通りますよね、はい、あ、これ楽だわ、はい、と思っていつの間にしなくなっちゃった。え、その何、はい、奥さんの誕生日とかさ、うん、もうちょっととかじゃないの、もう過ぎちゃったりしたの。3月だよ。枕っていうか枕してる奥さん。してる。絶対西川の枕プレゼントしたら喜ぶと思う。でもなんか固定してないんだよね奥さん。何固定？自分の枕を。何でもいいの？何個かある中の。そうそう、なんかクッションが何個かあって。ああ女性多いですねそういう人。うん、はい、ああもう西川の枕だけになります。もう他捨てます。それぐらい。まあ、3パターン遊べるから西川だったらそうなるでしょうね。俺悩んでたもんちょっと、もう諦めてたし、はい、うん、もうわーだよ俺。今までもらったプレゼントで、うん、マジで一番、はい、こんなにありがたいもあるんだみたいな。いや多分それで西川の枕普通にもらってるぐらいだったら、はい、形合わないじゃん、はい、うん、やっぱそのハンドメイドというかさオーダーメイド、あ、はい、自分のね、どんだけ西川押すんだよ。いや確かに店員さんが営業かけない分めちゃくちゃここ営業かけてる。いやそれくらい良かったから。金もらってんの？もらってない。もらってない。いやそれぐらい良かったから、はい、おすすめしてる。そうだから枕って書いてある。じゃあちょっと今度買ってみますね。じゃあ、うん、いやめっちゃいいよ。ありがとうございました。買いますね。じゃあ浜口さんは枕使ってみて、俺使ってない。森田君は群馬時代からペランペランだ。いや群馬時代からペランペランじゃないですよ。森田の枕使ってた。森田の枕です、はい、森田式。これマジでまず自分で買ってよかったらお母さんにプレゼントとか。ああそうっすね、確かに。でもね、いいじゃん、はい、寝具はね、いいのあってもいいなって思うんだよ俺。ああ、はい。でも人生の半分は寝てるわけじゃん。まあそうっすね。いやそうなんよ、だから俺 また父親が見てると思うけど、はい、父親が8月誕生日だから、はい、ちょっと枕行こうと思う。まあ愛知県にもあるよな、西川の布団な。まああるんじゃない。有名だもんね。はい、そうっすね。よし、老舗中の門前しよう。あ、はい。こんなに西川って耳にしよう。これ枕じゃなくて西川って書いてくるのかめちゃくちゃいい、本当に。なんか本当送ってくるんだよ、はい、西川。モンチェン加藤子さん選んで。あ、じゃあ真ん中行きましょう。真ん中。あ、動物の一部もらえるなら。なんだそれ。ちょっとどういうこと。動物もらえるなら、はい、いやこれ僕明確にあって答え、これ僕なんですけど、機能ってこと。機能です。動物の、あのコウモリのエコーロケーションっていう、なんだろう、その難しそうな、超音波を出して物の暗い中、コウモリって夜行性じゃないですか。超音波を出して物の位置を把握する、すべてを把握するっていう機能が欲しいなって思うことがあって、うん、それが夜寝るときに、また寝るときの話なんですけど、真っ暗にしてからベッドに入るわけです。どんだけ寝る話してんねん、この話。たまたまそうだった。真っ暗にしてからベッド、うん、ってか布団に入るんで、うん、その間真っ暗な状態の間、そうそうそうってぶつかんないように歩かなきゃいけないのが、もうこれはいつまでこの人間はいつまでこれをしなきゃいけないんだっていうので、エコーロケーションの機能あれば、うん、これ、はい、できるらしいよ人間。マジっすか。俺テレビで見たもん、あの、はい、目の見えない人が、はい、あのやると反響する音で、はいはい、反響して、あ、ここに銅像あるね、はい、あ、こういう形の銅像、はいはい、あ、右手手挙げてるねつって全部わかる。お、すごいっすね。それ習得したらいい。確かに大変だな、うん、大変ですよ寝る前に、はい、訓練が全部反響でわかるらしい。あ、確かに。あ、この素材は柔らかいよねつって、うん、これ西川の枕だ、ね、すげーって思った。それは身につくよ。あ、じゃあそれはちょっと、うん、まあ、トライ
既存どうしようかな大変そうですね。だからまあそういう機能があったらいやー便利だなみたいな。いやでもいいんですよ、なんでもいいんですよ、その熊の手があれば。もう私はチーターの足の速さ、チーターの足の速さ、もうこの感じでさチーター、はい、わー、はい、かったら、はい、めっちゃ良くなる。めっちゃいいです。何かから逃げたいってことですか。いやいや、やばい、時間ない。渋谷から、はい、渋谷クロス FM までみたいな、はい、確かに確かに走れる。それはなんかそっちの方がせっかちだから。あ、はい、もう無駄なストロークあるじゃん、はい、あ、家着いてからの、ね、最寄り駅着いてからの家まで、はい、ストレートだけど結構距離あるなっていう時、はい、これ何一個、まあこれはワン機能、翼とか。もちろん翼は欲しいよね。ああ、はい、うん、なんかいつも思うんだけど、はい、カーチェイスするとするじゃん。カーチェイスするとはい、うん、で森に逃げ込むじゃん。あ、車を故障して大体犯人、はい、ああ大体逃げ込みます。はい、ででもヘリから追ってるじゃん。ああ、うん、はい、赤外線カメラでさ、はい、はい、あそこ、はい、右に行きました。バレとるやん。はい、バレてます。どうにかしたらバレなくできねえから。ああ、はいはいはい。逃げるわけじゃないんだけど、はい、もうヘリと同じに飛ぶしかねえなって思って、はい、で飛んで逃げれば、はい、もうヘリより上に行けば、そうですね、はい、逃げれるなって思った、うん、はい、逃げ切れますよ。そう、だから羽が欲しい。あ、羽は最強じゃないの。まあわかるわ。けど大体羽があるやつほどちょっと怠慢になっておろそかになって、あー逆にあぐらかいちゃうみたいな。もうだってこれだけ羽ポーンってやられたらもう止めないから、はい、普通の浜口になっちゃうでしょ。そんな、もうおじさん浜口が弱いよ。そんな逃げ切れないから。チーターも足バーンやる。いやいやいや、だけど同じ陸だからやっぱ飛んでる時点で、飛んでる時点でちょっとね、あの物事を上から見る癖がついちゃうから、チーターだったらもうずっと同じ陸だから撃たれても普通にまだ歩けるから。だから危ない、そんな危ない無理な特技を見つけちゃう。ゴキブリの機能もすごいっていう。ああ、はい、そうだ。だからもうこの触覚で部屋のビジョンがダン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 、なるほどねっつって見えるらしいから。ああ、はい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 、あそここの部屋今こんな状態か、なるほどとか。あ、それで言ったらあのトンボの複眼とかもすごいですよ ね、はい、めちゃくちゃあるっていう、目がめっちゃあるから。なんか俺さ、この前最寄り駅の近くにさ、はい、すごいビアガーデンみたいなやつ出して、はい、おしゃれな夜景で、はい、俺もこういうとこ住めるようになったんだなってちょっとくつろいでたのよ、はい、珍しく、はい、そしたらさ、なんかベンチ、石のベンチっていうか座れるようなさ、はい、肩みたいなのがニョロニョロニョロっつって超でっかいゴキブリ出てきて、おお、はい、うわーっと思って、はい、ニョロニョロニョロってまたなんか下に隠れてった、はい、ああいう時嫌だな。はい、ああいう時なんか携帯になんかスプレーの機能とかないのかな。あー、シューってやりたいですね、確かに。もうその踏んづけたりやっつけるのも怖い。それも全部、はい、あの時間の問題で、はい、もうイーロンマスクがね、イーロンマスク解決してくれます。AI。 それでは皆さん、また来週、バイバイ。バイバイ。